まあ、この傷とかすごいな、これな。傷とかな。どこ取ってる？ああああ。卵、ふふ。エッグヤザーの無敵テレビ。松山千春の YouTube スペースハロウィンインタビュー、今回この二人のな美女警官に来てもらったな。よろしくな。お願いします。なんていうの、名前はリエです。リエちゃん、宮沢リエちゃんな。今日なんか賞取ったな、映画でな。何ちゃん、ゆいちゃん、ゆいちゃんってあの歌うたゆいちゃんな。二人はな、おいくつなの？まあまあ言ってんだな。社会人か。この辺で働いてるの？じゃあ結構男遊びとかするんだろ？しないよ。六本木で男と遊ぶんだろ？会員制のバーとか行くんだろ？ソファーの席座んだろ？そういうイメージ。座る座る。俺なんか新宿でパイプ椅子みたいなとこ座って飲んでんだからな。ビール150円だぞ一杯。安っ。次の日ゲボ吐きそうになんだよな。飲むとな。ということでな、二人にみんな聞きたいことがあると思うんだけど、やっぱ彼氏いるかってことだと思うんだよな。彼氏はリエちゃんいるの？います。つまんねえ女だな。こういう時いないって言っときゃいいのにな。ゆいちゃんはいません。おおお。好きな男性タイプはどんなの？面白い人。お笑い芸人の前でよくそういうこと言えるな。身長はどんぐらいがいいの？高い人。あ、でも175はどう？あ、微妙。ということで、美女の2人でした。どうもありがとうございました。僕174センチです。ということでな、あ、松山千春 TV を今回美女に来てもらったよな。美女名前なんつんだ？関口あゆみです。おあゆみちゃんか。はい、あゆみちゃんいくつか？27です。お、まあまあ言ってんだな。そうです、まあまあ言ってるんです。あゆみちゃんはよ、どんな男性がタイプなんだ？優しい人。ああ、優しくて賢い人。ああ、賢くて撮ってるやつも俺も同じ髪型なんだからよ。髪の毛薄い人。ああ、いいねいいね。はい、あのよ、あと今日は何のコスプレしてきたんだこれ？これは猫のコスプレをしてます。猫のコスプレ、コスプレか。はい。へえ、まあ、この傷とかすごいな、これな。傷とかな。どこ撮ってる？ああああああ。おい、何やってんだよカメラマンよ。おい、まあ、吉本の社員だろお前バカ野郎。ということで、はい、今回は関口さんに来ていただきました。はい、ということで関口あゆみと、はい、松山ちゃん、よろしく。です。ありがとうございます。今エッグがザッティーそうなっちゃう。